地元から愛され創業45年を迎えた東駒形にある割烹峰屋さん。銀座の関西割烹で修行した2代目高沢義武さんは、今日立花で行われる地域食堂のために料理を作っています。義武さんは以前から区内の保育園で食育活動を行ってきたことで、子ども食堂や児童館でのイベントに興味があり、自分も何か協力したいということが今回のきっかけでした。食材は普段からお付き合いのある大沢農園さんのものです。コロナ禍で残ってしまったものや規格外で出荷できないものを分けていただきました。子どもたちに美味しい野菜を食べてほしいと2つ返事で協力していただいたそうです。大沢農園さんは江戸時代から下仁田ネギを作っている伝統農家で、野菜の味には定評があります。完成しました。名付けて塩鮭と大沢農園直送野菜の白味噌仕立て。子供は未来の宝だと思っています。私も墨田区で生まれ育ったので、これからも子供たちのために何かできることがあればいいなと思って、これからも考えていきたいと思ってます。早速出来上がった料理を今回の提供場所子育てステーション木立へ車で運びます。義武さんの思いが手渡されました。地域食堂は子どもの孤食を防いだり、家事軽減の手助けになったりと、多世代がつながることを目的としています。感染症対策を取りながら、子立ちや児童館のスタッフ、民生委員と地域ぐるみで協力し準備を進めます。協力していただくっていうのも初めてだったので、もうすごく温かい気持ちになって嬉しかったです。時間になりました。今回はテイクアウトのみになります。とても家事軽減になるなと思ってありがたいなと思ってます。あ、なんか怖い、すごく大丈夫かな。ありがとうございます。はい、いいと思いますね。またぜひやっていただきたいですね。民生委員さんは、食を通してこの地域の方々が気軽に来れる、そして食べて居場所づくりができるっていうことが私たちの希望であり、これから の地域食堂と思っています。真冬の隅田で食を通してそれぞれの温かい思いがつながっていった日でした。